今までになかったガールズムービーになる。ミキさん、女の子2人の映画って世界中でも今までもたくさん作られてきてるけど、お互いバラバラに一歩一歩歩むじゃないけど、そういう映画は見たことなかったから、いいぞってすごい思いました。台本を更新していく喜びがすごくあった、ね、実際やってみて本当になんかもっと膨らむ感じはやっぱあったよね、なんか現場で ね焦ることないよ。この子は自分がこれしたいって決断することによって家族が傷ついたりとか裏切ってしまったっていうこともあるからレールを踏み外せる。人気は挫折を繰り返しながらも自分の居場所を一生懸命見つけて強く生きてくる女性だね。私キコちゃんこの人すごって思ったのがキコちゃんの引きがめちゃめちゃすごくて、さってなんか、いやすっごいなと思って本当に鳥肌だった。嘘、本当なんか嬉しい。無理じゃん、かっこよかった。本当に来月お見合いするの。あなたもう27でしょ。焦ることないよ。みんな落下さん舞台みたいに次々結婚してくけど。灰原さんですよね。待ってよ、大学辞めろってこと？女なんやから料理くらいせんまい。もういいわ、自分で何とかするから。田舎から出てきて搾取されまくって、もう私たちって東京の養分だよね。花子にはさ夢なんかあるの？ミキさん、あの子との出会いが自由な場所へと背中を押してくれた。こういう景色初めて見ました。ずっと東京で生きてきたのに。あの子は貴族。